はい、どうも皆さんおはこんばんにちは、たかぽんです。ではね、前回に引き続き前回どこに行こうって、空港に向かおうって言って終わったんですね。空港に向かいましょう。前の車は何なんだろう。この車はちょっとね、俺の方が速いぞ。どうでもいいね。こっちでいいのかな。まあ、道にこうね、ルートがあるからそれに沿って行ったら行ってるんですけどね。本当にこの道でまあいいんだろうね。遠回りしてるようにしか見えないんだけど、夜になってきましたね。セーフルームというか、拠点のあのセーフルーム的なあの場所、自分のじゃないよ、共有をね、住む場所というか、あそこのベッドがある。あそこのベッドで寝たら、朝になるまでこう、夜に寝たら朝になるようですね。多分ですよ。だからまあ、ああいうところで寝て、時間をこう、経過させるというか、ことができるようですね。コメントの方でちょっと教えてもらいました。まあ、一回も使ってないんですけど、寝るぞ。今度まあ寝てみましょうか。できそうだね。警報器もあるね。無力か。いるのか。いるな。声聞こえたぞ今。確実に声聞こえましたよ。気のせいか。あ、気のせいじゃない。あ、てか取るの忘れてるわ。お、よし。攻撃する肉食動物からキラットの人々を守る。なんだ。この上か。空港なのは分かったんだけど、上だな。お、あれ乗れる？どう？乗れる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 ？これもしかして乗れる？乗れ。壊れてる。マジか。乗りたかった。一度でいいから乗りたかったな。ああいうの。違うか、上でもなんでもね。あれ乗りたいな。空港なのに何も乗れるものがないのか。もう死んだじゃん。何も乗れるものなさそうですね。あ、てかそこにも警報器が。そうだね。ないね。もっとこう期待してたんですけど、ないようですね。悲しいことに。なんかバックパックがいっぱいあるようですね。ベルタワー行きましょうか。600メートル以上。やっぱりね、豚探して、外豚探して。あ、ちょっ。L3 って書いてたね、今。L3。左スティック。右クリック。
右クリックじゃねえ、マウスじゃねえわ右スティックをクリックじゃねえわ、押し込んでましたね。うん、マジか、これ乗りたいな、これね、飛んだ、飛びたいとここ、あのヘリかって感じなんですよ。これ来た。カウントダウンがやばい。待て待て、あと10秒、やばい、あと7秒、 OKOK、 おお、ギリ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 ですよ、ギリギリ、よいしょ、金よこせ、ヘリの音が聞こえる、やっぱこういうヘリしかないんですかね。ちょっと乗り物を乗りたいというあの飛行機とかね、俺のちょっとあの要望、要望というか願望、願望、願望っていうわかんないけどね。おお、取れたか。やっぱ乗りたいじゃないですか、ここまで広いと。こうもっとこうね、うん、やっぱ広いとね、乗りたいっすよ、飛行機、移動手段としても早いんで。すっごい天気悪くないですか、めっちゃ曇ってるじゃないですか。民間に捕まってる。アビナ首相が結構喧嘩してる。落死蒸留所、攻撃所にでも留意、いいね。ワールドマップを確認。缶だよ、畜産じゃない、畜産、動物はなんで見れないんだろう、夜だからってことなんですかね。これでいきましょう。ウィングスーツですよ、初めてじゃないですかね、ストーリーではマルチを使いましたけど、普通にこれ便利なんですよ、なかなか。水きれいですね。
やべ。あと30秒で到着する。初反撃者で解剖してやる。やべ。よしとこうな、はい、っていう。そっか、顔はげねえな、バックパックいっぱいだ。負け犬ね。こんにちは。ジャラ畜産場選挙だね。うん、さあ。娘がさらわれたの。誰か助けて。あぐらかきながら叫んでもね、説得力ないと思うんだけど、まあいいか、あんま突っ込まないと。マーク4アイとして、これ新しく開いたやつですね。カスタム変更しましょう。アタッチメントはスコープ、ナイトサイト、ペイントは何かな、ヴィンテージ、プライマル、ストーカー、グラニット、モダン。ストーカーかっこいいな。俺ストーカーだったね、今の武器からしたら。え、武器からしたら、いや武器を見たらストーカー派ですよ。シックさん、弾薬マップ、ヤルンのマスクの位置が、あーね、金がやばい、ね、誰か助けて。なんだっけ。お願い、兵士が近隣の掘ったて小屋を司令基地として使い、民間人を誘拐して売春組織に引き渡している。ショットガンで司令官たちを倒す。ショットガンでか。その後証拠として写真を撮れ、目には目を、やってあげよう。助けようか。ありがとう、早くしないと。法律軍が女の子たちをさらっていったの、うん、うちのミーナも、うん、どこに連れて行かれたんだ。最後まで聞いていかないエイジェン。どこに連れて行かれたんだと言いつつも、ね、部屋を出るという。さてと、じゃあ今回はこの辺で終わりましょうか。次回行きましょう、ミッション。ではご視聴ありがとうございました。次回も、あ、ショットガンでやらないといけないのか。お楽しみに。